先生、これ教えて。調べでしょう。ソ連軍の参戦で臨時休業です。それに主人は今出張で留守にしております。関東軍の命令だ。門を開けなさい。はい、ただいま、ただいま、すぐ開けます。2階の右奥の部屋だ。武器に用心しろ。自殺をさせるな。井室さん、どうしてあなたが。森田さん、お宅の家庭教師エレナ・イバノーバはソ連のスパイだ。Ivanova Elena Petrovna。 そいつのハンドバッグだ。そこが二重になっていて、小型写真機と小型の拳銃、青酸カリの瓶がある。Меня вы можете арестовать, но нас много. Советские войска уже вышли на южное направление, скоро будут здесь. Японскую империю ждет крах. Я не вымолвлю ни слова. Сразу же убейте меня. Нан то итти иру。私が今ここで捕らえられても同志はたくさんいる。それからソ連軍同志は今もここに向かって南下中だ。日本帝国主義の滅亡は目前だ。それから私は絶対に口を割らない。今すぐこの場で殺すがいい。隣人虐殺。田村中尉殿、軍刀を借用させてください。よし。やめてください。何をするつもりですか。ご覧の通りです。ソ連のスパイを処刑するのです。どうして、どうしてあなたがスパイの処刑なんて。答えて、あなた一体何者なの。奥さん、私は関東軍情報部の秘密情報機関、牡丹交渉地方保安局の特捜班長、大日本帝国陸軍少尉です。心置きなくやれ。見届けてやろう。やめて。あなたがエレナを手にかけるなんて、そんなむごいことあってなるものですか。それが私の責任です。あなたは私たちを騙していたの。それも私の責任です。やめてちょうだい。殺すなんて私が許さない。絶対に許しません。お子様、私なら覚悟もできています。私もあそここそビエトのために死ぬのです。何も怖いものはありません。エレナ、行くぞ。エレナ、ご当主の代わりに立ち会い人になっていただければ幸せですが。Вечная слава нашей Родине, Советскому Союзу, нашей России. Спасибо.
なんだかすごいところへ来てしまったな。ここが満州？そう、ここが満州よ。私たちの夢を叶えてくれる満州よ。ボタン工があまりにも田舎なので驚きましたか。いえ無理をすることありません。ここは田舎です。ご覧の通り何もない。あるのはみすぼらしい雑草ばかりの地の果てです。地の果てなんて素敵ね。ほう、そう言ってくれると心強い。今はただこの貧弱な景色を目に焼き付けといてほしいのです。これから先この荒野は驚くほど様変わりします。牡丹港は関東軍の東部満州の拠点として急激な発展を遂げるのです。森田さん、奈美子さん、あなた方は歴史の発展を間近に見ることになる。今日の絶望がどれほど大きな希望になり変わっていくか存分に味わってください。大陸だわ。あなた、札幌や小樽なんて比べ物にならない大きな未来よ。未来か。こんな劇的な夕日がこの世にあるなんて考えたことあった？俺たちの人生にも劇的なことは起こるだろうか。起こるようにするのよ、私たちの手で。あなた次第よ。ナミコ、私とあなたならできる。二人ならきっとできる。内地でそんな格好をしたら非国民と石を投げられるぞ。言いたい人は何とでも言えばいいわ。晴れ着よ。大杉仲裁の晴れ着、森田酒造の景気を表す晴れ着なの。それでこそ森田雄太郎の女房だ。幸福の頂点にいる女だ。本日はお集まりありがとうございます。長男和夫はただいま内地の大学より戻ってまいりました。聞けばアメリカの B-25 爆撃機16機が本土を襲い、戦局は予断を許さぬ状況とのことですが、ここ満州は無敵の関東軍のもと安泰であります。和夫の帰還を祝うとともに、日頃我々を守ってくださる軍の方々にお礼の気持ちを込めて宴を催しました。
どうぞ心ゆくまで森田の酒をお楽しみください。皆さん、森田和夫は日本男児として内地に学び、日本男児として牡丹港へ戻ってまいりました。日本の勝利と満州の永遠を信じて遺産で出陣する覚悟であります。お世話になっております。ごゆっくりなさってください。森田社長。あ、どうも。息子さんはご立派になられましたな。いや、まだまだあれ鼻垂れです。失礼ですが、この場をお借りしてご紹介いたします。こちらは京和物産に最近入りました氷室と申します。森田酒造を担当させていただきます。氷室健介です。よろしくご指導ください。若いのね。若いが彼は大変優秀ですよ。でなければ満州で一二を争うここ森田酒造は任せられません。それは頼もしいわ。何子、中佐殿、遠いところをわざわざハルビンからお越しくださり誠にありがとうございます。立派な屋敷じゃないか。工場も広がった。宴も盛り上がっている。森田酒造万々歳だな。ありがたいお言葉、かたじけない。宴も良いが、君たちと一緒にゆっくり昔を忍ぶのも楽しみにしてきた。昔を忍ぶならば、まずは奈美子と二人で小樽の日々を懐かしんでください。ここはかつての恋敵にお譲りしますよ。すでに恋敵に値しない輩と見下されたわけだな。とんでもございません。軍務のお疲れをしばしでも癒してくださればと。大杉さんのご出世に、そしてご家族へ。乾杯に嘘はいかんな。俺には妻も子もない。君以上の女に出会えなかったってことだ。君と俺だけのために。乾杯。
忘れたことはなかった。思い出したくなかった。でも思い出した。何度も何度も。大杉さん、これが最後になるかもしれん。戦況は全く楽観できないのだ。許してくれ。次に会う日を約束できるのなら迷わない。しかし責任が取れぬことは男としてできん。許してくれ。ナミコ。はい。全ては俺のせいだ。ともかくも決着をつけたかった。決着をつけた上で俺たちの暮らしが再出発できると信じていた、願っていたんだ。しかしそれは甘い考えだった。俺の授業は、この森田酒造は関東軍の庇護のもと、いわば軍のお抱え業者として成功した。その成功の原因を作ったのは誰だ。大杉中佐だ。お前の最初の男だ。俺は大杉さんの援助など受けるべきではなかったのだ。満州へなど渡ってくるべきではなかったのだ。だが俺は時代の波に乗りたかった。成功して小樽の奴らを見返してやりたかった。俺は忌まわしい男なのさ。女房の昔の男の力を頼りに事業を起こした卑怯者だ。そんなに自分を卑下するものじゃないわ。あなたの成功はあなたの努力の賜物じゃない。それを確かめたくて俺はお前たちを二人だけにしたんだ。俺は自信を得たかった。小樽の昔話なんかどうでもいい。ここにある森田酒造が全てだという自信を得たかった。その答えがよりを戻して寝ることだと。寝る何がおかしい。ともかくも俺たちの成功の土台には、何よりもまず最初に大杉さんとお前の関係があったのだという紛れもない現実を見せつけられたんだ。それはいい。だが今からは違う。あなた、俺の痛みと決意の印だ。今から俺一人の力、事業を大きくしてみせる。俺のこの手でだ。我が森田酒造は今日まで順風満帆でやってきた。これが関東軍の引き立てによるものであることは皆も知ってる通りだ。が、しかし、今日からは一人関東軍を頼みにするのではなく、広く満州中に販路を拡大できるような酒を作る。
わしも龍馬だ。今までより一層厳しい戦いを強いられることになると思うが、皆心を一つにして頑張ろう。はい、はい、俺の小指だ。俺は一大決心をしたのだ。これが俺の決心の証だ。社長、社長にそんな思いをさせてすいませんでした。社長の決心に我々も応えます。頑張りましょう。満州一番最初作りましょう。頑張りましょう。頑張ります。大将、社長、社長。ロシア人が固まって住んでるというラマノフカ村はこっちの道ですか。ああ、その村ならこの道まっすぐだよ。ありがとう。トラストゥイチェ。トラストゥイチェ。お父さんはいますか。日本語わかりますね。私たちは怪しいものではありません。共和物産という会社のものです。どうだ様子は。まだ配当はおらん様子です。ロシア正教の非改革派だと言っています。モスクワで教師をしていたが革命による弾圧を受けハルビンに流れロマノフカ村までたどり着いたと。よし、こいつがここへやってきた理由はもういい。ボルシムにブージンスプラッシュバチザチェンビプレハリフラマノフク。その代わりたった今から日本軍のために働くんだ。セタバンマメンタビブジテラボータチナイポンスクアルミ。ハルビンで図書館の資料整理係をやる。ビブチテラボータジ。そしてソ連から送られてくる新聞雑誌や出版物に見落とし、ハルビンに出入りするロシア人から情報を取り我々に知らせる。分かっている。何だと。国は裏切れないと。裏切らにゃおだぶつだ。金はやる。娘の面倒も見てやる。Yes, leave you with the rabotage for you, ne? With the platinum bank? If as a bochum shy, have a shade of joy. Вы хотите, чтобы я стал шпионом в обмен на жизнь дочери? По мне уж лучше смерть, чем противиться воле Божьей! Стоит выкрыть это, и вы перестанете говорить о смерти. Со, ахен ва джигоку о тенгоку ни сру. Елена, сокровище мое, спасите, спасите мою девочку! 娘さえ助けてくれればピョートリーバノフは工作員として日本軍に協力すると言っています。人質として娘のエレナの身分を捕獲します。私決闘は見たこりません。先生逃げないで。和夫兄さんと氷室さんはエレナ先生のためにするのよ。あなたたちの決闘とは違うわエレナ。命をやり取りするわけじゃないの。
日本男児はね、大事なものをかけて戦うのよ。戻ってきたわよ。さあ、始めてちょうだい。エルナ先生、俺が勝ったら美咲の家庭教師じゃない、俺の恋人だ。出生前の思い出に相引きしてもらいますよ。ご心配なく、私はお父上と約束しました。留守の間、悪い虫がつかないようにお守りすると。悪い虫とは聞き捨てなりませんな。よし、三本勝負といこう。三本勝負始め。なあ、答え。なあ、はあ、なあ、一本。お兄ちゃん頑張れ。よし、見てろ。日村さんも頑張れ。始め。なあ、なあ、ひどいぞ美咲。妹がこれじゃ勝負にならないよ。大丈夫ですか和夫さん。蛇に睨まれたカエルだよ。まあエレナ先生との相引きは生きて軍隊から帰ったの楽しみにしておこう。一体何弾なんです。大した弾は持っていません。子供の頃祖父に教わったことがあるだけです。私は万歳なんて言えないわ。ナミ、いいんですか奥さん、息子を出生させたばかりの母親が。ここで奥さんなんてよして、ナミコって呼んでちょうだい。不思議な人だ。私に言わせれば、万歳をしながら子供を見送る方がよっぽど不思議だわ。恒例の氷蔵の蔵開きです。牡丹港の氷が夏の盛りまで持つのか。はい、私どもの新しい試みでございまして、今までずっと当地連隊長閣下に最初の味見をしていただいてまいりました。さあどうぞ。うまい。国を思い出すぞ。ありがとうございます。これで連隊の士気も高まっていただければ。森田、これに余る光栄はございません。貴様、そこいらの連中と一緒にわしの連隊を弱虫部隊だと思っておるな。いえ、そんな。顔に書いてあるぞ。
安心せい。ソ連軍はみんなヨーロッパ戦線へ出っ払って、こちらはガラガラの手薄じゃ。しかしドイツが降伏してもう3ヶ月です。2ヶ月や3ヶ月で疲れ切った兵隊や使える兵器を東部戦線へ回せると思うか。新兵や予備役を鍛え直す時間は十分にある。エレナ、そこで何をしてるの。秋には関東軍の精鋭に引けは取らんぞ。ヒムロさんにお願いしたものがありましたので。失礼。お話が済んだら声をおかけしようと。やはりハルビンで手に入りましたよ。レイルモントフの刺繍です。ありがとうございます。日本酒は苦手です。庭へ行きましょう。はい。あ、奥方、奥方。冷や酒の魚が一品と聞いておる。期待しておりますぞ。料理人が腕によりをかけております、うん、さあお次して。はい。Билет пару с одиноких в тумане море голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Химуро-сан, а на то има нани не кёми умотте ирно? Нанимо? Нанимо? Э, нанимо.恋もしていないの。ええ。エレナは。私は彼女のボディーガードです。共和物産の仕事でハルビンへ行っている父上に頼まれているだけです。でもエレナはあなたに惹かれてるわ。人の心に興味はありません。それで分かったわ。あなたは自分自身のことにしか興味がない。他のものは何も見えない。奥さんのことならよく見えますよ。まあ生意気ね。だったら私の胸の内を当ててみて。いいんですか。あなたの心の中は手に取るように分かります。あなたと私は二人とも影を売った者同士ですから。影を売った。私が。そうです。影とは両親のことかもしれません。私が両親を売ったですって。戦争とはそういうものです。そのことに気づいていない分、あなたの方が悩みが深いのかもしれません。ほら、あなたには影がない。可愛い人だ。では会わなければならない人がおりますので。私に一人で踊れっていうの。失礼します。私がここへ来たことは誰にも言わないで。はい。
で逃げてケイスケ。かわいそう。Ты всегда такой замученный. Тому, кто нагрешил, поздно мучиться. Я тоже грешница. Какой у тебя грех? Жить — это уже грех.夕方と朝には必ず電話をしてください。必ず。するする。だがそう心配するな。酒を作るお米が不足だって、うちは関東軍から融通してもらえるんでしょ。酒造組合の付き合いってものもあるじゃないか。みんな今年酒を作れるかどうかの瀬戸際なんだ。俺だけ知らん顔してるわけにはいかんだろう。何か起きたら軍の飛行機を使ってでも新疆からまっすぐ帰ってきてください。いい加減にしろ。子供たちまで心配するじゃないか。みんな心配するな。すぐ戻ってくるよ。きっとよお父さん、うん、お気をつけて。お気をつけて。牡丹公使警察署長だな。牡丹公使中区平安街4の6番地森田酒造に寄宿せるロシア人家庭教師は挙動不審、ソ連軍女スパイの疑いあり、厳重なる取り調べを願う。密告書のようですね。どうする氷室。どうするとはどのような意味でしょうか。とぼけるな。お前と森田家のロシア女が。エレナ・イバノーバはスパイではありません。お前の目がロシア女の色化に惑わされていないと誰が保証できる。答えは一つしかない。氷室、隣人格殺あるのみだ。ソ連は侵攻を開始した。もはや大戦国だ。こんな子供のいたずらみたいな密告書一枚で一人の人間が抹殺されるというんですか。急に順序ぶるのはよせ。田村注意。貴様が行け。はっ。自分が行きます。隣人格殺。やめてちょうだい。殺すなんて私が許さない。絶対に許しません。お子様、私なら覚悟できています。私もあそここそソビエトのために死ぬのです。何も怖いものはありません。エレナ、行こう。エレナ、スパシーマ。
黒竜交渉本局に対する通海の撤退命令が出た。関東軍全軍も通海集結し、ソ連軍を迎え撃つ。自分以下数名は先発隊として出発する。お前らは証拠機密書類の隠蔽作業を遂行した後、手元に配ってある軍用列車の時刻表に沿って直ちに通海へ向かう。以上。牧田大尉殿。なんだ。留置人等はいかにするでありますか。決まっている。隠蔽工作の対象である。いや、はっ、行け。どうした、時間はないぞ。リーベンクイス。何？鬼の日本人、捕まった中国人が我々のことを呼んだ名です。その鬼が仕事の仕上げをしてとんずらかまそうっていうわけでありますか。しかも今度は同胞をすら見捨ててくんでありますか。おい、女を切ってどうにかなったか。いいえ、今までと同じことをしたにすぎません。そしてこれからも同じことを。貴様、立て。規律だ。精神を入れ替えてやる。立て。助ける。どうやって。避難列車はいつ出るものやら分かりません。保安局なら軍用列車に乗せることができるはずです。お願いします。あなた方はそうやって軍を盾にこの地で大きくなってきた。そしてまた軍にすがって逃げ出そうというわけですか。意地悪を言わないでください。事実を言っているんです。そして我々軍人も国民を敵の前線に置き去りにして我先にと逃げ出している。誰もが自分だけ助かりたい。そのためには無抵抗の女をこの手で切って恥じない。あなたと私は同じ穴のムジナだ。筋金入りの利己主義者だ。生きたいと願うのが利己主義ですか。私は生きたいんです。生きて子供たちを生かしたいんです。お願いします。私たちを生かしてください。はずみ目、ハルビンへ向かう軍用列車があります。大勢は乗れません。いいですね。焼け残った現金と貴金属です。みんなで分けてワンも取ってちょうだい。長い間苦労をかけました。ありがとうございます、奥様。しかし遠慮はいりません。私たちの分もちゃんとあります。公平、上着のボタンを外して。早く持って。誰もこんな子供が大金を持ってるとは思わないわ。苦しい。少し重いけど我慢なさい。これは私たちの命綱よ。みんなも早く軍用列車に乗り遅れたら本当に命はないからね。奥様、私たちはここに残ります。何ですって。私たち夫婦は満州に骨を埋めるつもりではるばる日本から渡ってまいりました。今の満州に私たち日本人の骨を埋める場所があると思うの。他人の国で蒔いた種の報いを受けるだけよ。今さらジタバタしても仕方ありません。私たちはここで旦那様のお帰りをお待ち申し上げます。気持ちはありがたいけど死んだらおしまいよ。とにかく一緒に逃げましょう。どこへ逃げるんですか奥様。どこへって、逃げられる限りどこまでもよ。満州はもうとかもかしくもソ連軍に取り囲まれています。逃げられやしません。村中、あなたまで残るっていうの。
はい。私のこの足ではとてもこの広いマンションに逃げ回ることはできません。正気なの？私だって日本男児の端くれです。不自由な足で兵隊を逃れ、挙句に命大事に逃げ回っていたのでは松歳までの恥です。ここに残ります。どうしてあなたたちはそう育児がないの？なんでそう急いで死にたがるの？最後まで生きるのよ。生きて生きて生き抜くのよ。そうでなかったら今までやってきた甲斐がないじゃない。奥様の言う通りです。逃げた方がいい。私もハービン行きます。分かったわ。死にたいなら勝手になさい。三崎、小平、行くわよ。行きたかったらついてらっしゃい。ひどいわお母さん。お父さんを見捨ててよしこや太古の墓も建てないで自分だけ助かろうなんて卑怯よ。ただ生きていればいいってもんじゃないはずよ。死に方によって人の一生は美しくも醜くもなるわ。よく聞きなさい。美しいも醜いも生きてなければわからないわ。一番の卑怯は命を粗末にすることよ。心配なく、ソ連軍ではありません。関東軍が橋を爆破しているんです。橋を？なぜ？ソ連の侵攻を一歩でも妨げるためです。関東軍は退却しているの？軍の主要な建物に火をつけ退却しています。これが避難許可書です。何があってもなくさないように。ありがとう、氷室さん。これは私からあなたに。奥さん、私はあなたに一つ聞きたいことがあります。氷室少尉だな。森田雄太郎の家族3名、よろしくお願いいたします。よし、乗れ。生きてもう一度会いましょう。必ず生きてもう一度。急げ。どこへ行くの？ハルビンよ。ハルビンまで行けばきっと命だけは助かるわ。お父さんはどうなるの？お父さんには会えるの？会えるわよ。生きていさえすればね。逃げろ！外に出るんだ！
こへ。子供だからってお母さんばかり当てにしてはダメよ。自分で逃げるの、自分で生きるのよ。いいわね。大杉中佐殿ですか。自分は牡丹港保安局氷室少尉であります。森田奈美子以下家族は昆明統治発の軍用列車にてハルビンへ向かいました。ご苦労。もはや制空権は敵に握られております。無事に到着できるか分かりません。神に祈るしかあるまい。いや、見捨てられたんです。関東軍司令部によって見捨てられたんです。嘘っぱちの大国家を作ると言って国民を呼び寄せ、ソ連が攻め込んでくると我先にと逃げ出している。その参謀が神に祈ってどうなるんです。責任は取る。責任。来ない記者を待つ何万の人々はどうなるんです。奥地から退路を求めて集まってくる開拓民はどうなるんです。責任なんかじゃない。彼らの生き死になんです。問題は前線に戻ってくれ。あ、死に場所を失った者は哀れだ。とりわけ死に場所を失った軍人は。俺も貴様たちと行く。参謀、参謀は司令部にお戻りください。最後のご奉公だ。いや、祖国へ対する最初のご奉公かもしれん。くそ、突撃。Thank you.
本官はハルビン残留軍司令部副官高島少佐である。本8月15日本国時間正午、恐れ多くも大元帥陛下におかれては放送を通じ連合国側の講和条件を受諾する旨の詔勅をご刊発せられた。よって我が軍はソ連をはじめとする連合国による武装解除を受け入れることとした。おかしいのよ。戦争が終わったのよ。こんな嬉しいことってないじゃない。桃山中学校は宿泊所になりました。泊まる場所のない者は桃山中学校に集合してください。桃山中学校が宿泊所になりました。泊まる場所のない者は桃山中学校に集合してください。森田です。ハサミを貸してください。うん、ちょっとの辛抱だ。我慢すんだよ。ありがとうございます。美咲、お前は今日から男の子になるのよ。待って、こんなに切っちゃうの？戦争に負けた国の女たちがどんな目に遭うのか、子供じゃないんだからわかるでしょ。無事でさえいれば髪なんかまた生えてくるよ。おお、いい男だぞ。何よ。よし、
ほら、たくさん食べて。はい、元気を出してこれ食べてください。ここにボタン工の森田雄太郎の家族はいませんか？ボタン工の森田雄太郎の家族はいませんか？美咲、公園。お父さん、お父さん、来たか。無事だった。よかった、生きててよかった。あなたこそ。ごめん、ごめん。ごめんなさい、あなた。いや、会社も家も守れなかったわ。池田や村中や妙子、よし子、たくさんの社員たちも。何を謝ることがある。子供たちをハルウィンに連れてきてくれただけで十分だ。しかも女で一つで。マーさんやペーアンでは避難列車に乗れなかった日本人が何百人も集団自決したというじゃないか。運が良かったのよ。運だけで逃げ延びられたのか。え、ナミコ、エレナはどうした？なぜエレナのことを話さない？スパイだと密告されて処刑されたと一番に話すべきじゃないか。思い出したくなかったのよ。新疆からハルビンに逃げてきた時にワンに会ったんだ。ワンに？みんなワンに聞いたよ。お前、氷室くんの計らいで列車に乗ったそうだな。隠してたわけじゃないわ、氷室さん。本当はボタン交換局の特捜班長だったの。驚くといけないと思って。いや、驚きやしない。むしろ腑に落ちたくらいだ。あの男はただ者ではないと思ってた。そうね、私もあんな男に出会ったのは初めてだわ。悪魔みたいに冷たい男。氷室くんが悪魔ならこの俺はただの人間というわけか。どうしたの、あなた。俺が満州で作り上げたものは何だったんだろうって思っただけだ。夢よ。俺たちが見た美しい夢はみんな覚めてしまったということか。そうよ。でも今見ている悪夢だってきっとそのうち覚めるに違いないわ。覚めるかな。覚めるわよ。もっと自信を持って。まだ46歳じゃないの。美咲は公平だっているのよ。また一から頑張りましょう。どうしました？
千山食堂のリーダーニャのとこに行くんだ。これで部屋を借りろ。商いもできるかもしれん。それが一番いい、一番いいんだ。大丈夫ですか？служ а н и м а л ь н о все мужчины до 40 пяти на выход. Учили вас будем. Ёкке. 45歳以下の日本男子は全員集合。今から集中教育する。さあ早くしろ。45歳以下は全員だぞ。お前ら。お前ら。お前ら。え。おい待て。俺も行く。あなた。気でも違ったの。あなたは46歳じゃないの。俺は確かに46だ。だがたった一つ年下の者が引っ張られていくのを黙って見送るわけにはいかない。そんな待って、せっかく会えたのに。お父さん。お父さん行かないで。美咲、公平、父さんはな、満州で酒を作り名を上げたが、それは一人己の利益のためだけではない。祖国のために、祖国日本の繁栄のために頑張ったのだ。だから同胞と行いを共にする。これが俺の真の姿だと思ってくれ。お待たせしました。お父さんが大好きなやつだ。さあ入れて、入れなさい。もう出来上がるところだ。これは僕が食べるよ。菜叶不要菜叶菜叶要不要煎饼菜叶踏伯踏伯要不要香烟踏香烟香烟踏伯я хочу этим。Спасибо. Спасибо. Спасибо. この帽子見覚えありますか？ボタン子の森田雄太郎の家族ですね。私の社長が話したいことがある。来ていただけますか？どうぞ。よくおいでになりました。私は数輪賞。どうぞ。このハルピンで手広く商売をやっています。お金や商品が手元で行き交いますと一緒に、あちこちのニュースや噂が集まってきます。その一つをお伝えしたいと思いました。まず残念ながらご主人のお悔やみを申し上げねばなりません。
肺炎にかかられたが率先して仕事に向かわれた。暖房もなく食事も乏しい中、お国のためにと他の人を看病したり食べ物も分け与えたそうです。立派な死だったそうです。お国のために死ぬのがそんなに立派なんですか？生きてこそ立派なんじゃありませんか？こんな帽子一つ残して、それが生きた証なんですか？奥さん、あなたにお渡ししたいものまだあるのです。あなたたちのものですか？お返しします。どうぞお持ちなさい。でもどうして？物不足のご時世です。そしてお金も不足しています。どんなものでも売り買いの流れに乗らないわけにはいかないのです。でもこれが私たちのものだと。どうして？会ってみますか？これを見つけて渡してやってくれと言った男と。男？どうぞ。あなたに荷物を返すよう言ったのはあの人です。氷室さん。そう、氷室圭介です。ボタン工から逃げる途中で足を撃たれたらしく、私のもとへ逃げ込んできました。彼がボタン工に赴任する前、彼と私はここハルビンのビリヤードで好敵手でした。そして心を許した親友だったからです。足は？右足は不自由ですが傷は治りました。ただ膝に刺さった銃弾を取り除く時以来、痛みをこらえるためにアヘンを吸うようになっていたようです。それからずっとアヘンの虜になっています。かつては自分たちが満州を奪うために使ったアヘンのね。氷室さん、氷室さん、私です。わかりますか？氷室さん、返事してください。氷室さん。甲骨と無意識と苦痛の間をさまよっています。無意識の暗闇の中へ全てが吸い込まれ、金がなくなれば外に放り出され、凍え死ぬだけです。もっとも私はこの人を放り出したりはしません。私たちは親友でしたから。しかし体も心も滅んでゆくのを私の手ではどうすることもできません。アヘンというものはそういうものです。時々
彼が口にするのはアヘンを、それとエレナ許してくれという言葉だけです。許してくれと、そう聞こえます。助けることはできないんですか？絶対に。アヘンさえやめさせれば簡単なことです。私がします。こっちに来て、話があるの。いい、お父さんは亡くなってしまったの。この帽子が唯一の形見よ。教えてくれた中国人から荷物は返されたわ。そしてそこからアヘンに蝕まれた氷室さんを引き取ってきました。これから禁断症状との戦いが始まるの。お前たちには見せたくない。美咲はリーダーニャの食堂に下宿してもらいます。公平はあっちで寝てちょうだい。いいわね？どうしてお母さんが氷室さんを看病しなくちゃならないの？お父さんが死んだからってどうしてこんなことになっちゃうの？お母さんは氷室さんの命を救いたいの。俺は死にたいんだ。殺せ殺せ。アヘンをくれ。リーダーニャに話をしてあるから。アヘンだ。殺せ殺せ。
ルナ。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。行ってくるよ。これお釣り頼むわね。はい、送れ。アヘンはあげられないわ、日村さん。私はあなたに生きてもらいたいの。さあ、アヘンよこせ。腎臓なんだ、頼む。はい、送れ。欲しいんだ。あなたはアヘンをやめるの。やめてこの世に生き返るのよ。俺は生きられない。俺は人殺しだ。何人もの中国人を殴り殺した。みんな俺が殺したんだ。好吃的，吃吧。ほら、元気出して。少しは食べなきゃダメよ。なんでそんなに俺を生かしたい。
氷室さん、私のことが分かるのね。助かった、助かったのよ氷室さん、分かる？なぜだ、俺を生かして何なんだ。何にもなりはしないわ、ただ私が生きてほしいだけ。アヘンから抜け出してもっと責めと罰に身も心も焼かれろってことか。そうしたらあんたの恨みが晴れるっていうのか。俺が殺した人たちも生き返るとでも言うのか。奥さん、関東軍の保安局員である俺がなぜハルビンまで生き延びられたと思う。これが村中の長編液晶書。あんたの運転手だった、足が悪くて長編を免れた村中守に俺はなりすまして逃げたんだ。さあ本当の村中守も番頭の池田さん夫婦も殺された。大杉中佐は戦死した、あんたの夫も死んだ。だが俺は生きねばならなかった。卑怯な手を使っても生きなければ、生き延びなければ、生き延びなければならない理由があったからだ。Что же вы натворили? Клен ведь любила вас. Господин Иванов, я пришел не для того, чтобы сообщить о смерти Елены, а для того, чтобы вы меня казнили. Убейте меня. Ну же. Жизнь человека находится в руках Бога. Но я не могу так просто отпустить вас. Открой глаза. Смотри на меня. И думай о содеянном. Такая казнь для тебя лучшая участь.皮肉にも俺は足を打ち抜かれて本物の村中と同じ足が不自由になった。そして死を願った奴が痛みに耐えかねてアヘンを求めたんだ。アヘンでさまよう夢の終わりは最後のエレナと一緒に必ずあなたの顔が、あなたの顔が必ず一緒に浮かぶんだ。あの時どうしてあなたがあんなに驚いた顔をしていたのか、そして夢から覚めるとあなたが俺を助けている、どうしてなんだ。保安局に手紙を書いたのは私です。あなたを夢中にさせてるエレナが憎かった、どこでもいい追い払いたかった。でもあなたがエレナを切るなんて思いもしなかったわ。ただただあなたを独り占めにしたかった。そうかい、やっぱりそうだったのかい。今俺はあんたの手の内にある。人を思いに殺してくれたら恩に切るぜ、それともアヘンをくれ、あの夢の中へ連れ戻してくれ。ゆっくりと死へと向かうあの夢の中へ連れ戻してくれ。殺せ、殺してくれ、頼む、アヘンだ、アヘンをくれ、殺してくれ、アヘンをくれ。死んではダメ、生きるのよ、生きようと思って生きるの。私の中であなたを取り戻して。
私もう我慢できない。お母さんの顔なんか見るのも嫌。お母さんは氷室さんが好きなのよ。一緒にいたいのよ。お父さんが亡くなったばかりなのに。私恥ずかしい。あんな不潔な人が自分の母親かと思うと。おい坊主たち、日本に帰れるぞ。日本人の総引き上げが決まったぞ。やったニコ。おじさん、日本へ帰れるって本当ですか？本当だと思う。引き上げ船が出るんだ。早く母ちゃんに教えてやれ。うん、ニコ。私自身よ。お前たちの命とお母さんの命はつながってるの。一つの命なのよ。お母さんが死んだらお前たちも死んでしまう。だから私は生きるの。生きるためには愛し合う人が必要なのよ。おいで。大切なのは自分自身の命を生き続けるための愛なのよ。分かって、いつかきっと分かるわ。
7日後、移送列車はコロ島に向かって出発する。そして日本政府からの引き上げ船が迎えに来る。日本が大陸に取り残された日本人に初めてしてくれることだ。私は文句は言わない。国にそそのかされて渡ってきたってみんな言うけど、一旗あげようって自分のための踊りを踊りに来たのよ。他人の土地で住んでた人を踏みつけて勝手な踊りを踊って、責任は自分で負うしかない。そこから始めるのよ。私はそう思う。俺は日本へは帰らない。どうして新しい暮らしを始めるんじゃなかった？俺は保安局員だった。リーベンクイズそのものだった。あなたの持っている身分証明書は森田酒造の村中守よ。誰も怪しみやしないわ。いや、俺は自首する。処刑されるわ。覚悟している。なぜ、なぜなの？生きていくって言ってくれたじゃない。日本は多くの中国人を苦しめ、そして死に追いやった。日本がこの国で犯した罪は歴史から消えることはない。そして俺の罪もだ。俺は自分の命を持ってこの国とこの国の人々に詫びなければならないんだ。男ってどうしてそうなるの？どうして与えられた命を生きようとしないの？生きるために外せないことなんだよ。エレナの父親のところへ行った時、俺は自分の罪を自分の死で償えると思っていた。死ぬことだけがこの苦しみから逃れられる唯一の方法だと思っていたのかもしれない。だが今俺が出頭するのはあなたとの愛のため、生き続けるためにどうしても越えなくてはならない壁なんだ。命を落とすかもしれない。でもそれは贖罪や逃避じゃない。あなたに助けられた命が生きていく最初の第一歩だと思っている。あなたを愛していることが今の俺を支えてくれている。あなたが戻ってくるのを待ってるわ。私の腕の中へ。それが今から私の生きることです。
私は感謝するわ。ありがとう満州。